はい、じゃあ、 SBD さんの方にやってまいりました。ちょっと隣スタジオレッスンやってるんで声届かないかもなんですが、商品パーベルトとかね、非常に世界的に有名なメーカーさんですので、ちょっと商品紹介を受けてみたいと思います。よろしくお願いします。パーベルト、特徴パーベルト、はい、この商品はですね、かっこいいですよね。何よりいわゆるレバーアクションベルトっていうものなんですけれども、はい、まあ、こうやって、ピン穴にピンを刺して、そしてこうレバーをバタンと締めて使うものなんですけれども、ものすごく締め付けが強いものになっています。でそのレバーアクションベルトの中でも SBD っていうのはこの位置の穴位置ですね、ここ自由に変えられるとかすごく特徴のある商品でして、これが世界で唯一の構造になっています。よろしければ一度締めてみますか。ぜひぜひ、はい、まあ、このベルトの厚みもすごいですよね。1センチちょっとぐらいあると思うんですけど、はい、あとはこの本当にこの金具のバッグがすぐに、だから例えばベルトすごく締めて緩めるのが結構面倒だったりするけど、あのバックル取るだけで付け外しが簡単にできるってことですよね。そうですね、はい、はい、ではちょっと下の試着品ですけど、はい、はい、じゃあ下にしましてレバーを伸ばします。おお、これだ、はい、ですね、ピンを入れて、あとはレバーを伸ばします、はい、ここをまず入れて、はい、パシッといきます。はい、そうですね。でこれまあ、お腹へこませてから止めるのがポイントです。まだちょっと緩いと思うんですよ、これぐらい入るんで、もうちょっと締めた方がいいですね。多分ね、もう一個ぐらい締めて、はい、これでお腹をドロイン、へこませて締まんない。ちょっと締めにくければこう回転させましょう。これすいません、もういきなりもう鈴木さん出てきてくれましたよチャンピオン、ベンチチャンピオンですよ。すいません、初めましてなのにいきなりベルトの補助からこれをちょっとこう押し込んであげるといいです。ベルト自体は最初は押し込む、はい、これでもう完璧です。もうお腹しんどいぐらいで、そうです、ここでしっかり腹圧かかるんで、はい、あとは例えばスクワットはこれで、デッドリフトはってなった時に、ちょっと失礼しますね、はい、これをデッドの時ってちょっと緩めにかける方が多いんですけど、はい、すぐ変えられるんで。なるほど、これが便利ですね。ごめんなさい、これ僕分かってなかったんですけど、スクワットの時よりもデッドが少しだけ緩めるっていうのはどういう、ポジション取る時に、あ、そうか、腹圧がかかりすぎちゃう、かかりすぎるから曲がらないってことか、はい、なるほど、キャッパーをパチンってしておけば、そうですね、このままつけてられるんで。なるほど、はい、なんか他、まあ、本当に世界的に有名なメジャーブランドなわけですけど、はい、なんかパーベルトはもちろん一番メジャーだと思うんですけど、はい、他になんかこれが推しだっていう商品ありますか。推しは、まあ、全部推しなんですけど、そうですね、僕は基本リストラップですね。そうですね、リストラップ、こちらのリストラップになるんですけど、はい、特徴は、はい、まず伸ばした時に止まります、はい、ここでこれ以上伸びないよっていう範囲が伸びるんだけれども、ずっと伸びるわけじゃないです。止まる。で、あと伸ばした時にここの太さが変わらないんですよ、はい、あ、そうですよね、今見てて思ったんですけど、はい、なのでこう毎回つける時に同じテンションでこう巻いていけるっていうのが、なるほど、はい、これがやっぱり伸びて伸びてのやつだと左右違ったテンションになっちゃったりとか、あとは伸ばした時に縮んじゃうやつってここはヨレ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 なりますね、なっちゃうんですけど、これはかなり少ないですね。なのであんまり何も考えずにこうパッパ巻いていつも通りのことができるんで、やっぱ試合の時なんかもそうですけど、やっぱりその集中力の妨げにならない、はい、なるほど、いいですね。まあ、やっぱりトレーニーに聞いてると SBD さんの商品ってみんなもう確実にいいって言いますよね。そうです、品質がやっぱり高いです。やっぱりいいやつはいいですよね、はい、でやっぱり持ちがすごいんですよ。あ、本当ですか。本当にリストラップも年単位で使い込んでいけますし、もうベルトは一生ものですし。そうですね、はい、いや、なるほど。まあまあ値段もね、そこそこいい値段するんですけど、でもやっぱりライフタイムで考えるとそんな高くない、ね、やっぱりスパンが長くて買い替えが少ないっていうのは一つの特徴ですね。なるほど、はい、ぜひおすすめします。あとすいません、ぜひです、そのベンチの、はい、なんかこの強くなる秘訣みたいなのをぜひ、やっぱこれ聞きたいですよね。そら、ベンチの秘訣は怪我しないことですね。怪我しない、なるほど、一番大事ですね。そうです、怪我しないで継続して、うん、
でその継続していく中でよりいいフォームを探して練習していく。なるほど、はい、でもその怪我しないっていうことと高重量を追い求めるっていうことはやっぱり相反することだと思うんですけど、はい、でその高重量を求めながら怪我しない方法というか、はい、ポイントっていうのは何かありますか。結局その高重量になった時に緊張したりとか、うん、こうまあ、やる気があるのはいいんですけど変に力みすぎてでミスしちゃうことが多いんですよ。なのでこう平常心というかウォームアップ、例えば20キロのバーから200キロのマックバーまで同じことやる。それがすごい大事です、ね。まあ、よくこのねあのウォームアップでこう空で上げるのでありますけど、はい、あれと同じ形で何キロつけてもあの形でできるように。じゃあ例えばもう少しで上がりそうかなっていう時にこうコネコネしたりして、はい、無理やり上げちゃうことってあるじゃないですか、はいはい、ああいうのはもうむしろあんな風になるぐらいだったらもうその回は諦める方がいいってこと。そうですね、例えば8回で、まあ、マックス8回しかできない重量を7回でやめちゃうんですよ、うん、なるほど。で7回目で、まあ、7回は綺麗に上がるけど8回目にどうしてもこじちゃう場合は7回で1回バックに置いて1回起きてでまたすぐ寝てもう1回やるとか、そんな形でそのフォームが崩れるっていうのを極力防いだ方がいいです。なるほど。これまあ本当に多分ね一般的なトレーニングにはあるあるだと思うんですけど、はい、限界までって思っちゃうからやっぱりその最後の1回をこう無料で上げちゃうけど、それもすごい大事なんですけど、ね、それを一度レストを入れて、そうですね、それからやるとちゃんと同じフォームでもう1回できるから結果やった回数は一緒だと。そうです。なるほど。結局リスクマネジメントがちゃんとできてて、まあハイリスクハイリターンもいいんですけどリスクは少ない方がやっぱりいいですから。なるほどね、はい、なので例えば8回のところを7回でちょっと休んでもう2回やるとかしてやってあげるとか、あとに休憩レストを 30秒だけ入れてもう2回やる、これできちゃうんですよ。ただ8回目で次9回目なんでいけないかっていうとフォーム崩れちゃうからです。もしかしたらその一瞬力を抜いてあげてやればもう2回3回できる、自分の力あるけどそこで出せない状態になってしまうっていうのが一番良くないです。でその出せない状態になっちゃうとやっぱり体 の無理がかかってくるんで頭もストップしちゃうんですよね。なのでそこをなるべく綺麗なフォームで繰り返しやっていくっていうのが大事です。なるほど、はい、いやいやいやもうね数々世界チャンピオンから話は聞いてるんですけどね、やっぱ改めて今初めて聞く話でしたね。 ありがとうございます。 ありがとうございます。もう勉強になりました。ありがとうございます。ありがとうお会いできてよかったです。実はもう初対面なんですよ。なんかねどこででも会えそうな気がしながらいつも今まで会えてなかったんですよ。そうですよね、数年ちょっと僕はお知り合いの気分でずっとなんかスタッフはみんな会ったとかなんか見てきたとか言ってるんですけど、僕会ったことなくてよかったです。今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。またよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちょっと今ねお話を聞かせていただいてて、あのリストラップの巻き方、これねちょっと目から鱗の話を聞けたのでちょっとぜひ動画に収めたいなと思ってもう一度聞かせていただきたいんですけど、はい、よろしいですか。まずリストラップ巻くときに結構皆さん手首を曲げたくないっていうので固定されてる方がやっぱ多くて、一般的にこう手首に皆さんかけて巻いている方が多いですよ、こういうような形で。でも手もこうグーのままこう握ってる方が多いんですけど、これ握ってるとやっぱここがスカスカになってしまうんですよね。でこの点だけで押さえることになってしまうんで、やっぱり強度はあんまり強くない、ここ折れてしまうんで隙間がある分。だそれをまず手の自由もしっかりあって手首もしっかり固定してっていうのをしてもらいたいので、これねギリギリで指かけないで持ってもらって手首にかかるかかからないかの部分ですね。でこの骨の部分をしっかり圧迫できる位置で巻いてほしいんです。でこれ巻くときにテンションしっかりかけていただいて、でこれ一周巻くともうこれ手離しても大丈夫なんで、この状態でベンチの手の形を作ってあげてください。でこの状態で巻いていってあげると手首が結構自由が効くようになるんです。自由が効くけど面で押さえてくれてるんで強度はしっかりあるんですね。であとはグーで握ってしまっていないので手のひらの自由が効きます。そうするとこれもしっかり面で押せるので力が入りやすい、伝わりやすくなるんです。結構皆さんこうやって指とかが重なってしまってすごい押しにくい状態のままプレスをしてたりするので、これも怪我の予防にもとてもいいので、こういう巻き方をしていただけるのが、僕らとしてはおすすめの巻き方ですね。はい、ありがとうございます、はい。
まあ、今この話もまあさっき聞かせてもらってなるほどなと思ったんですけど、このさっき面で支えるっていう話をおっしゃいましたけど、はい、なんか一般的なリストラップだったら結構このしっかり締めても一部でしか固定されないじゃないですか、はい、だけど SBD さんのものが本当に面で全体で締めますよね。生地がすごいしっかりしてるので、やっぱり負けないですよね。こう圧がかかった時にしっかりとこの1本で押さえてくれるので、ここに関してはそうですね、はい、ありがとうございます。あと先ほどお伝えいただいたあの鈴木選手が、はい、やり方これ実は教えてもらったんですけど、はい、あれは公開しても大丈夫なんですか？大丈夫だと思います。ゆうすけさんも SBD のチャンネルで多分リストの巻き方をご案内してると思うんで。なるほど、なるほど、はい、じゃあ OK ですね。だからもう事前にこうリストを固めた状態で一重巻くともう固定できるんですね、場所を決めやすいってことですね。これで一回やってもらうと、もうこれで手は離せるんで、この状態で手首の形を決めてもらって、決めて、それから最後この状態で最後まで巻いてもらう。うん、なるほど。これなかなかあれですよね。リストラップってこうなかなか教えてもらう機会がないので、そういった意味ではまあこうやって実際の選手であったり、から習うことっていうのはすごく参考になるなと思うので、なんかSBD さんの方でもチャンネルあるんですよね。あ、そうです。そちらの方もちょっと、はい、概要欄にチャンネルの方載せておきますんで、はい、ぜひまたよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。すいません、ありがとうございました。ということで、これをちょっと、これの60センチを僕はちょっと買わせていただこうと思います。ありがとうございます。今から注文してます。はい、やっぱり佐藤さん人気ですね。かっこいいもんね。で、佐藤さんからの鈴木さんですよ。別に何も関係ないんだけど、いや佐藤さん純粋に結構ね個人的に好きっていうとなんか変に捉えられるかもしれないけど、鈴木選手もね一回会いたかったんですよ。スタッフがみんな会ってるんだけど、やっぱり鈴木選手かっこいいしでかいしベンチ世界チャンピオンじゃないですか。やっぱ会いたいですよね。でもよかったな。そして初めて会ったらあんなに爽やかイケメンとは思った通りというかね、よかったですね。